できますね。普通にやれば、もちろん持ちないんですけど、おらら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 。この状態になると持ち上がりお、ますよもうほね。ら、組体操出来上がっちゃいましたよ。映ってます？映ってます？はい。持ち上がっちゃいますよね。できますね。普通にやれば、もちろん持ちないんですけど、おらら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 。この状態になると持ち上がりお、ますよもうほね。ら、組体操出来上がっちゃいましたよ。映ってます？映ってます？はい。持ち上がっちゃいますよね。じゃあ、へ どっちの方が本当に体にとっていいのか？ぇ。うん。どっちなんでしょうね。では、フィットネスの YouTube 始めていきたいと思いはます。今日は正座からスタートしております。い。ああ、新しい始まり方ですね。いいですいいですね。ね。古武術の面白みだったりとか、健康に役立つ情報だったりとか、生きるために何か必要なアドバイスになるようなことが、少しでもお伝えできればなと思っております。はい。前回ですね、トレーニングっていうか、スクワットスクワットやりましたやりましね。たひょいひょいね。持ち上げられちゃいました。ですね。あの流れでちょっと今日は行きたいなと思ってるんですけど、トレーニングとか、筋トレと言われてるものを、じゃあ、うちのフィットネスはどういうふうに捉えてるのか。どう捉えてますか？っていうか、どういうふうにしているのかっていうのをちょっとお伝えできればなと思っております。そうですね。B フィットネスさんが何をやってるかもね、普段そうですね。ね。はい。長軸トレーニングという名前をちょっとつけたりとかしてるんですけど、勝手につけてるんですけど、軸というものを大切にしながら、体が調和が取れている状態。難しい言葉使いますはい。ね。調和って、どういうものかっていうと、できれば体と、心が一緒になっているという状態の中分かで、りやすい。はい。そういうトレーニングをしていくということを、うちは歌っているんですけども、それの説明が少し今日できればいいなと思っております。はい。腕立て伏せとか得意そうですよね。もうやってないです。やってないですもう17年ぐらいやってないです。やってないですか？やってないですけど。それなんか理由あるんですか？スポーツ選手を目指すのやめたからそういうことですね。でも、腕立て伏せすごくいいって思ってたんですよね。もうずっとやってましたね。あ、やってました。それはい。なんでなんですか？なんか筋肉つくし、うん。力ももりもりアップするだろうし、なるほど。瞬発力も上がるだろうし、なるほど。ジャンプ力も上がるだろうし、なるほど。じずっゃあ、やってもらいましょう。はい。はい。はい。やってもらいましょはい。う。はい。腕立て伏せ。じゃあ、いつも、今はやってないとしても、腕立て伏せをやってた人に、ちょっと僕乗っちゃいます。はい。はい。上がってきてみてください。無理。いや、頑張ってくださいよ。頑張れば少し上がるかきなってつ感いじですけね。はい、お疲れ様でど。いじめだ。す。ですね。なんか負荷がかかったら逆にもう起き上がるっていうことはやっぱりちょっとなかなか難しい感じの腕立て伏せを、何年ぐらいやってたんですか？僕はね、小3から23までやってました。23？ 小3から23まで。驚きの。そんなにやってるんですか？小3から。小3からやってましたね。ですよね。というような腕立てをしてたんですよ。だけど、はい。今度交代しましょう。はい。はい。やり返しちゃう。やり返しちゃう。しかも僕より重いという体重で。はい。上に乗っちゃいますか？乗っちゃいますか？乗っちゃい僕ますが？か？乗っちゃいますか？乗っちゃいますか？乗っちゃいますか？いきますね。普通にやれば、もちろん持ちないんですけど、おらららららららこの状態になると持ち上がりお、ますよもうほね。ら、組体操出来上がっちゃいましたよ。映ってます？映ってます。はい。持ち上がっちゃいますよね。じゃあ、へ ぇ、どっちの方が本当に体にとっていいのか？どっちなんでしょうね。どうやって持ち上げたんですか？わかんないですけど。いや、わかんないですね。そんなこと言っちゃいけないですね。いや、体の仕組みをちゃんと理解して、やれば、重い力、重くこう押されてる力にも返すということができる腕立て伏せだったっていうこ誰でともですでよきるんね。ですか？誰でもできます。えただし、やっぱり癖ってついてるんですよ、体の中に。えー。はいはいはい。その癖をちゃんと理解しないといけない。で、ちゃんと使っていけるようになっていくっていうことがすごい大事なんじゃないかなって。そうですね。はい。がむしゃらに腕を太くとかっていうのも、確かに見た目はかっこいいのかもしれないし、いいのかもしれません。けど、うちは、どちらかというと、使える体。いいですね。使える体。じじいになっても動ける方がいいです。ですよね。使
える体を目指してもらいたいなと思っているので、まあ、そうなった時に、今みたいな体の使い方をした方が、まあ、その体の使い方というものを、まあ、長軸トレーニングっていう中に入れているので、はい、まあ、こういう体を使っていくと、基本的に疲れにくかったりとか、そして怪我しにくかったりとか、逆に筋トレしてるよりも大きな力が使えているってことですよね。なので、まあ、そういうことが少しでも理解いただければ、なんとなく体というものがこういうものなんだなっていうのを知っていただけるかなと思っております。なるほど。いかがでしょうか。お後がよろしいようで。ありがとうございました。